の人気が出てくる。何が正しいですか。アジ、アジ、アジ、マジ。おお、コッパ、コッパです。コッパ、コッパが、コッパ、よいしょ、やったー、コッパ、コッパオナが釣れました。やっと、やっとで一匹目だぜ。よいしょ、釣れました。一匹目、オナガの子供ですね、これは、はい、ちっちゃいとお腹と口太ってすげえわかるんだけど、ある程度でかくなるとなんでかちょっとわかりづらいんだよ。飲んでるわ。やっと来たね。あのね、アジがおるんですよ。なんでこう最近餌取りがさ、餌取りがとか餌取りにこんなに見舞われるのかわかんないけど、アジがおるんですよ。とりあえず逃がします。またアジっすよ、またアジ。もうさっき散々アジに悩まされで、最初何もいなかったんですよ。手前をどんだけね探っているようが何も反応ないし、なで流すじゃないですか。ちょっとね遠投するとこのちょっと水道の流れに乗るんで、その流れに乗せて流すとアジがおるんですよ。アジがまた豆アジがどんだけ取りつかれてるのっていうぐらい。当たりがね、もう なんだろう、なんかピュッピュッ、あのね、グレの当たりだと塩気が大体ね、こう下の方に入るんですよ。浮きがあって、こう流れてたら塩気がこう、ちょっと下の方に入りがちかな、グレはね。でもアジはなんか横に引っ張るんですよ。だから、うわ、もうアジやんみたいな。アジまたおるし、みたいな感じで、もう、大変。どこ狙おうっていう。遠投すらそれだし、手前は手前でなんか餌取りがちょこちょこいるし、非常に苦労しております。というわけで、とりあえずちょっと残りの薪を一旦作ってしまって、混ぜてで再開しようかなというところでございます。今ですね、12時過ぎたところなんですよ。で、ちょうど友達と電話してて、なんか携帯が壊れたとかなんか言って、友達と電話してて、ファン切ってたわ、あっち。
電話するからね、うるさいかなと思って来てたんだけど、そしたらなんか不在着信みたいなのが入ってきて、トレンってで、かけ直したら船長だったんですよ。で、なんか今からあのね、ここ地の観音なんだけど、向こうに沖の観音っていうのがあるんですよ。これも当番線、ここにあるのね。で、この沖の観音のお客さんがもう帰るらしいんですよ。で、ここ連れちょっか連れてねえか、ちょっとそれを聞きたかったみたいな。で、結局連れてないんですよね。だから、あれやったら沖の観音のお客さん帰るから入れ替わろうかみたいな、どうする、どっちでもいいよみたいな、釣れんのやったら沖の方がまあいいかもしれんけんみたいな感じで、もう一回戦が終わり過去最高じゃないかな、過去2回したことって多分ないんで、1回はね基本あるけど、たまにこういうのがねあったりするらしいんだよね。というわけで、今からね沖の観音に行くので、ちょっとねババッと片付けたいと思います。ということで、向こうから船がやってきましたね。どっちをあれするんだろうね、時に。あっつい。これね、色で分かるか分かんないけど、もう真夏の磯だよね。このなんか、ケルビンが、6000ケルビンぐらいのちょっと青っぽいというか。暑い。マジで暑いですね。いやー、どっちがいいんだろうね。まあ、地よりは普通の向こうの沖側の方がね、もちろん釣れるんですけども。いやまあ、向こうに渡ったとして釣れればいいかなと思っております、はい、ということで船がちょうどこの水道をね通過して、どっちなんだろう、こっちから来るのか向こう先に向かい行くのか、という感じで、まあ、とりあえずこの向こうのね沖館の方に行きたいと思います。はい、というわけで、移動してきました。このままね沖の観音に行くっていうさっき話だったんだけど、話があれみたいな、なんかあれ船長どこへ行くんですかみたいな、沖の観音だとそのままつけるはずなのになんか違う方向行ってるんで、どこ行くんですかって言ったら、大場へ行ってみようかって困った時の大場へに行きました。釣れるのここ夏なのに、でさっきの地の観音に比べて異常なほどに暑い。これね、この傘、遮光傘って言ったら、紫外線カットに断熱系と、あと、何やったかな、なんかいろいろ入ってる完全カットのやつなんで、この人はえらい涼しいんですよ。完全に日陰にいるレベルで涼しくて。で、ちょっと背中に刺してるんで、札も触らないで下がっちゃうんであれだけど、めちゃめちゃ涼しい。まさかの大場ですよ。港すぐそこのね、港から5、6分ぐらいの。大場行きました。まさかの、今日3カ所目はね、この大場ね、大場。はい。もう見覚えのある人というか、多いと思いますけども、大場でございます。だから今日潮が全然なんか流れてないんだよね。ただ、暑い涼しいだと、さっきの地の観音のが圧倒的に涼しかったね。向こうも暑かったっちゃ暑かったよ。照り返しの暑さが。でもここはね、マジで異常に暑いんだけど。というわけで、まあ、といってもね、時間がもうあんまないんで、もう、だって1時ぐらいになるじゃない。今ね、ちょうど1時なんですよ。だから、あとやっても、実際、1時間半ぐらいなんですよね。まあ、というわけでございまして、このね、夏の大場へ、チャレンジしてみたいと思います。どうなんだろうな。釣れんのかな。さっきのところ餌取りばっかりで黒いなかったけど、まあ、ここ黒の魚影はない、一応濃い場所なんですよ。なので、まあ、多分船長も連れてきたと思うんですけど、やばい、輪っかがやばい。まあ、あこで釣られねえな。なんか今日波荒れてんな。やばいね、あこ。輪っかもうあこ、もうちょっと危険だな。さらわれそうだったわ、ちょうど今。はい、で結局ではちょっとこっちに移動して、ね、こっちは場所は一応あるんだけど、一応釣りやすい場所はあそこなんだよね。あそこにバッグ置いたんだけど、今の状況を見て、しかも今道なんで、やばいですね。ということで、こっちにね、置き直して、やりたいと思います。